深夜にオーブンで焼くステーキを作ります。高い肉を用意しましょう。材料はこちら。焼き網にステーキを乗せます。オリーブオイルをたらー、両面ハケでまんべんなく塗りたくります。120度で予熱したオーブンで片面15分焼きます。ひっくり返してもう15分じっくり焼きましょう。熱したフライパンで塩コショウをしながら15秒焼き色をつけます。アルミホイルで5分包み、旨味を閉じ込めます。ソースはシンプルに酒、返しを入れます。返しが美味しいとご好評をいただいております。なんかそういうデータとかあるんですか？返しの作り方は概要欄で。それでは切っていきましょう。ああ、いいっすね。盛り付けをします。いただきます。うまい。高評価並びにチャンネル登録お待ちしております。合わせて通知登録もお願いいたします。撮影データの入った SD カードをフォーマット化しました。